弁護士の橋本徹氏が3日、ニュースバ、R 強化、アベマ TV に出演。立憲民主党の蓮舫参院議員の、Twitter に苦言を呈した。この日のゲストは、立憲の泉健太代表。岸田文雄首相の長男、翔太郎氏の首相秘書官更迭の話題では、泉氏は、翔太郎氏が取った行動より、あっさり写真が流出したほうが問題と指摘し、やっぱりオフィシャルなところで寝っ転がってっていうのは、それは無礼という話ですよね、とコメント。あくまでモラルの話だと語った。これに、橋本氏は、それは、態度が悪いという話であって、態度の悪さっていうのは注意の仕方レベルがあるじゃないですか。それが、更迭だ、とか、なんとかだっていう話ではなく、それ、態度悪いよ、ちょっと気をつけようっていうレベルの話。だから泉さんは、今までの立憲民主との色を変えようとしてると分析。その上で、これ蓮舫さんだったら、怒り、狂って追及してるよと付け加えた。泉氏は、いや、そんなことない。そんなことないですよ。蓮舫さんばっかり、そんな言わんといてくださいよと動揺を見せつつ、蓮舫さんは本当に、蓮舫さんはですね、この国の無駄遣いを、徹底してきて、ちゃんと子育てに回すっていうことを使命にしてるから、それは、だらしない政治は、泉健太も含めて許せないんですよ。だから、僕もシャキッとしないと、いかんとフォローした。しかし、橋本氏は、わかります。蓮舫さんわざと面識あるからそう言ったんですけど、そうはそうであっても、泉さんが覚悟を決めて150議席宣言して、達成できなかったら、辞める覚悟だって言った時に、ちゃちゃ入れたんですよ、蓮舫さん。泉さんがその後いろいろ説明した時に、弁明は、どうのこうの、みたいな。僕からすると、それ8、やっちゃと断じた。泉氏は、先月12日、次期衆院選の獲得議席に関して150議席を自身の身体のボーダーラインと設定したことに対し、できなかったら辞任という発想ではなく、立民の議席を伸ばすという決意と覚悟を示しましたと、ツイッターに投稿。これを当初の発言の軌道修正と受け取った蓮舫氏は、その場に伝わったとは思えないですが、こういう弁明はどうなのか、とツイートし、SNS 上で舌戦が繰り広げられていた。